こんにちは。日経ネットワーク編集長の山田です。日経ネットワークはネットワークを中心とした最新の IT インフラ技術を楽しく学ぶための雑誌です IT インフラはさまざまな最新技術を組み合わせて作られています日経ネットワークはそれぞれを基礎のレベルまで解きほぐして解説します技術の肝が腑に落ちるように説明を工夫していますイラストや図解を豊富に使って 理解しやすいようにしています12月号では、ネットワーク動作試験の作法と最近話題の格安 SIM をテーマに特集を組みましたこのほか連載記事では、トラブル対応、最新技術の活用、実用テクニックなどを取り上げていますテーマごとにまとめ、現場ですぐ実践でき、役立つ情報の提供を心がけています IT インフラやネットワークの技術に興味のある全ての方が満足いただけるように今月号も盛りだくさんの内容を用意しました。ぜひお楽しみください。12月号の日経ネットワークの特集1は1から学ぶネットワーク動作試験の作法です。新しいネットワークを構築した時はそのネットワークの動作試験を実施する必要があります。 業務に使うネットワークではトラブルなく期待通りに動くかあらかじめ確かめておかないと後から大きなトラブルにつながる可能性があります。とはいえ一言で動作試験と言ってもそもそも何のために必要かわからない人もいらっしゃるでしょう。どういった試験をすれば十分かもよくわかりません。そこでこの特集では小規模から大規模まであらゆるネットワークに適用できる動作試験の作法、 をまとめました12月号の日経ネットワークの特集2のタイトルは格安 SIM はなぜ安いですスマホの料金って高くないこう感じている人は多いはずですそんな中で今注目を集めているのが格安 SIM ですその名の通り格安料金で使えるスマートフォン向けモバイル通信サービスです このサービス実は MVNO と呼ばれる事業者が提供しています特集では格安 SIM がどうして安く提供できるのかその仕組みを解剖します加えて主要25社のサービス仕様の比較表も掲載しましたぜひお役立てくださいニュースで理解のページは旬なニュースをコンパクトに解説するニュースクローズアップ 編集者が選んだ注目ニュースをご紹介する「ニュースピックアップ」そして過去1か月の主要ニュースを網羅する「ニュースダイジェスト」の3部構成です。12月号の「ニュースクローズアップ」はなんと4本立てまず11月に発覚した「ドメイン名乗っ取り被害」に関する話題「日本経済新聞電子版」や「ハテナブックマーク」といったサービスが被害を受けました。 2本目は衆議院で可決成立1週間で施行されたサイバーセキュリティ基本法の話題3本目は福島県の地方自治体が採用した新しいセキュリティサービスの仕組みについて4本目は UTN ベンダーの 4Tnet がメディアに公開したラボに関するリポートです「現場を知る」は 事例などを通じてネットワークを実践的に知る連載を集めたコーナーです当事者が語るトラブルからの脱出技術書に載らないインターネットの舞台裏クラウド OS の定番ポイントがわかるオープンスタックの3本ですトラブルからの脱出は今回 Windows サーバーを更新したためにインターネットや社内システムが使えなくなったというトラブルです原因は Windows のバグにありました インターネットの舞台裏はジャノグ、日本インターネットオペレーターズグループの4代目会長である河村誠一さんと本誌でもおなじみのブロガー小川明美さんがタッグを組む連載です。今回はサービス利用者が BGP の運用を開始する際にぶつかる運用の壁について解説します。ポイントが分かるオープンスタックは クラウド OS と呼ばれるオープンソースのソフトウェアの解説です。今回が最終回でオープンスタックが備える仮想ネットワークを解説します。実践で納得のコーナーは自分ではなかなか試せないことを市場で疑体験できる連載記事を集めています。ネットワーク何でも実験室は安価のワンボードパソコン、ラズベリーパイを使って 透過型プロキシを作ってみるという話です目的別で理解する「アクティブディレクトリー活用講座は」は企業内でプリンターの設定やドライバーのインストールをアクティブディレクトリーを使って自動化する手法を解説しますサーバーの管理に最適な「PowerShell」の使い方を解説する新人技術者まいちゃんの「コマンドスクリプトで楽々ネットワーク管理」 は今回、スクリプトを便利に使うためのお役立ちテクニックを解説します。基礎から学ぶコーナーは、美しいイラスト、コンパクトな解説で、読者の疑問に答えるページです。ニュースで学ぶセキュリティ講座は、マルウェア感染に気づかず逮捕がテーマです。専門家に聞くビギナーズクエスチョンは、 次世代ファイアウォールと UTM がどう違うか専門家に聞きました読書の時間は新進経営のセキュリティ技術者にに人生を変えたた一冊について聞きました今すら聞けない定番技術はルーターなどを上調化する「VRRP」がテーマです12月号の「イラストでわかるデジタル通信の基礎」は「データをパケットにして送る」がテーマです インターネットを代表に現在のデータ通信ではパケット通信という方式が主流になっています。今回はこのパケット通信について説明します。パケット通信が普及する以前はほとんどの通信が回線交換方式でした。今でも優先電話や携帯電話では回線交換方式が主流です。両者はどう違うのか今回はそのあたりから優しく解説します。 今後の確認テストは、毎号3問、その後の記事の内容をもとに出題します。テストを解くことで、本式事の理解度をチェックできます。答えは次号に掲載しますが、日経ネットワークの e ーラーニング体系版を使えば。答えを先取りできます。ぜひ、体験をご検討ください。日経ネットワークの記事を使って、楽しくネットワーク技術を学べる、有料の e ーラーニングサービス。 月間 e ラーニングで学ぶネットワーク技術、日経ネットワークの最新号と連動する最新号で学ぶと、日経ネットワークの過去の記事をあるテーマに沿って再構成して提供するテーマ別で学ぶの日本立てです。気になる技術を基礎から応用まで一通り学べるように工夫しました。12月の e ラーニングで学ぶネットワーク技術、最新号で学ぶでは。 本誌12月号の内容から特集1「一から学ぶネットワーク動作試験の作法と」とイラストでわかるデジタル通信の基礎の2本をお届けします。デジタル通信の基礎のテーマは「データをバケットにして送る」です。基本プロトコル入門、第3回はは、ックアドレスです。日経ネットワークの、e 2つの講座で立体的な学習ができます一般は月額1000円読者なら月額500円と割引価格でご利用いただけますぜひこの機会にお試しください